今回も前回に引き続き寄せ植え動画となっております。今回ご紹介する寄せ植えは、多肉植物の寄せ植えといえばカラフルで可愛いものめちゃくちゃ多いですが、色を結構整えても同じような同系色を集めてもめちゃくちゃ可愛くなるよう、お伝えします。同系色というよりはトーンを揃える、そんな感じです。要するになんか同じ雰囲気を感じる多肉たちを集めて、そしてそのフェミニンな魅力を満載な寄せ植えを楽しむ、そんな感じです。それでは多肉植物の魅力をお届けします。今回寄せ植えの器になるのがこちら。なんか可愛い、そんな感じの色です。なんか可愛いという感じでいいんではないでしょうか。少し落ち着いた風合いの中にもやや優しいトーン、薄めの色となっております。この器自体が複雑な色を持つため、もう器だけでも表情豊かに感じ取ることができますが、多肉たちも負けてはいません。めちゃくちゃ表情豊かな可愛らしい薄いトーンの多肉たちを集めてみました。それでは見てみましょう。それでは続いて多肉植物たちを紹介していきます。今回は前回のように大中小のリズムというよりは色で多肉たちを集めております。薄くてちょっと質感が違って、どことなくフェミニンを感じたり、どことなくあどけなさを感じたり、どことなくロマンチックを感じたりと、なんかふわふわして素敵だなと思ったらカットして連れてきた、そんな感じですね。いきます。それではまずはふわふわシュガーのこちらのつぶつぶ多肉、乙女心かけラウヒ、綿あめの成長した姿、ちょっとふわふわになってきてます。さらにメルヘンといえば乙女心、こちらだるま姫シューレ×花うらら、お花の成長した株、だいぶ灰色が白くなっております。こちらも可愛いスノージェイド、春萌えにそっくりな春霞、今なら色が薄いので違いが一目瞭然。再び登場マコスコス、桜餅、お水が切れてキュッとなってます。小梅、お餅、ビアホップにペンデンス、最後にカメレオン認識。ちょっと種類が増えてしまいましたが、こんな感じ。もしもご自宅で春から育って秋を迎えたんなら、その頃にはもしゃもしゃになっているので、園芸店やホームセンターでこちらの多肉たち見かけたらめちゃくちゃおすすめ。この辺はちょっとつぶつぶやオリジナルになるので、まもなく開催するネット販売よろしくお願いします。ですが似たような多肉であれば、そして可愛らしいやあどけないを感じた多肉たちを集めたのであれば、こちらと同じでなくても全然大丈夫です。皆さんで楽しんでいきましょう。一つ忘れていました、こちらヴィンセント加藤交配。それでは楽しんでいきます。まずは鉢底ネットを入れて鉢底石を入れていきます。まもなく暑い夏が来るので鉢底石半分ぐらい入れます。もしも秋なら3分の1程度でも大丈夫だと思います。そして培養土、水はけのいい土が 2,3 割程度入っております。半分くらい入ってても大丈夫。はい、たっぷり入れます。オルトランを少々。それでは植えていきます。今回の寄せ植えで言うと、前回は大きいのから順番だったのですが、もう芽があった多肉たちからで大丈夫です。芽があったというか持ってました、はい、すいません。はい、こちら、はい、こんな感じ。うわ、もう可愛いですね。そしてここからがポイントなんですが、お隣に誰を置いたら可愛いかな、多肉たちに聞きながら植えていきます。なので突然小さな多肉を取っても大丈夫です、こういった感じですね。はい、ビアホップ隣に置いてみましょう。可愛い、可愛いですね。これはもう正解なんですね、可愛いと正解。それではこういったちょっと薄い色とピンクにグラデーションがかかったグローブ交配なので、大胆に綿あめ、綿あめいってみましょう。はい、かわいい、もうめちゃくちゃかわいいですね。どんどんいきます。ペンデンスを入れてマッコスコス、隣に米、
ちょっと一人では寂しそうなので、ビアホップの隣にビアホップ、そしてこの隣にお花を入れちゃいましょう。でっかい、でも可愛い。さらにここに桜餅できてきました。隣に置いた時にふわふわした気持ちが発生すれば大丈夫です。今回は立体的というよりは平面的にこんな感じです。今のところこんな感じ、どうでしょう。乙女心を主役級なところに入れて、はい、反対側にお餅を入れて、こちらにペンです。できてきました。春霞をイン、できました。どうでしょう、こちらのふわふわな黄色を持っていたり、ふわふわな青を持っている器が、ふわふわな黄色や青を持っている多肉たちと見事なコントラスト、どこからどこが器かちょっとわからないほどではないでしょうか。それはちょっとひいき目すぎますね。でも可愛い、多肉たちありがとう。このようにカラフルな色だけで寄せ植えを作らなくても、ご自身の好きな色だけ集めてもめちゃくちゃ可愛い寄せ植えができるので、そういった楽しみもいいかもしれません。はい、はい、どうぞ。今回平面な寄せ植えなんですが、器とのこう統一感というか、もうすごいんですけど、これは何ですか？どうしましたか？どうしましたか？ですね、これはそうですね、まあでもちょっと馴染みのない方だと心配にはなるかもしれませんね、救急になってるんで。でも何たちめちゃくちゃこれで大丈夫です。もちろん夏はちょっとですね、中心部分が葉っぱが少なくなったりするかもしれませんが、秋に育て直せば大丈夫。そういう意味じゃないですよね。そういう意味ではないです。はい、ですね、なんでしょうね、なんか可愛いですよね。なんか可愛いです。はい、もうなんか可愛いんです。もう他では言い表しようがないぐらい、どうですか、可愛いんです。皆さんも楽しみましょう、ぜひ。ということで、今回はちょっとトーンを揃えて、皆さんの好きな多肉だけ集めて、なんか可愛い作ってみました。どうでしょう、カラフル多肉と比べるとこちらは比較的ビビッドというか鮮やかな色を持った多肉たちの寄せ植え、こちらは少しトーンを合わせながらもカラフルな寄せ植え、どちらもめちゃくちゃ可愛い。そして次回はなんとちょっと大人っぽい寄せ植えに挑戦してみたいと思います。多肉たちが持つ大人っぽさ、時間を感じるあの質感、そんな多肉たちを集めて楽しみたいと思います。